ぱ一年アクセスさんからのプロのマストツールからの浮気ということで、よろしくお願いします。自己紹介の方など、あ、はい、一年アクセス営業やっております、北脇浩太と申します。よろしくお願いします。北脇さんって、はい、よろしくお願いします。お願いします。脇です。皆さん以後お見知りおきをということでよろしいでしょうか。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、ワッキー、はい、このね、一年アクセスさん、はい、マストツールさん、はい、これ一体どういったことで、はい、はい、今回出店おります一年アクセスという会社なんですけども、一年ホールディングスという会社を筆頭に、はい、一年グループという会社がいくつかありまして、はい、もともと自動車のリースを中心に、うんうんうん、自動車に関する工具、はい、これを今質問を広げていっています。その中の、一年アクセスという会社ですね、はい、一年アクセスという会社の中の、はい、まあ、マストツールという、はい、そうですね、ブランドということで、よろしいですか。はい、今回ですね、はい、幕張メッセ、はい、ツールジャパン2023ということで、はい、推しのもうこれだという、はい、何かありましたら、はい、ございます。はい、お願いします。こちらの一番前に展示しておりますポータブル電源になります。ポータブル電源、はい、ポータブル電源以前もされてましたよね。はい、昨年から販売をしておりまして。そうですよね、はい、これは、はい、その何かリニューアルされたというか、モデルアップされたというか、そういうことですか。はい、おっしゃる通りです。はははは、なるほど、すみません。そのリニューアル内容がですね、はい、ここで展示しています。充電時間が大幅に短縮できました。もともと販売は 7,8 時間の充電で満充電なんですけども、はいはい、1時間半で 0% から 100% まで満充電できます。1時間半、はい、これは素晴らしいですよ、短縮、はい、なおかつ使用可能できる回数がですね、3500回、うん、3500回できるようになってます。それももう超寿命と伸びたということですね。1500W の高さでもトップクラスです。あ、なるほど、はい、でなおかつ、ですね、もともと 1500W もそうなんですけども、はい、おそらく業界でも結構珍しいのが、うん、ジャンプスターターのケーブルが付属しておりまして、本当だ、バッテリーが上がった車にこれを積んでおけば、はいはいはい、災害時などでバッテリーが上がってしまった時に立ち上がらせることができます。なるほど、はい、という意味ではうんうん、災害の面でも現場の面でももう一家に一台、はい、これ一つあればというところですよね。そうですね、はい、ご安心いただけるかと思います。そういうことですよね、はい、ディスプレイも見やすいようになってます、うん、あ、なるほど、はい、背面などはどうなってますかね。はい、背面ちょっと回りですか。そうですね、はい、失礼します。ほうほうほう、背面こちら、LED がございます、うん、LED があってってことですね、はい、停電だったり、はい、現場であったりと、はいはい、手元暗い時に作業できます、うんうん、なるほど。で明るさ調整できます。あ、調整はちなみに何段階ですか。3段階と点滅2個です。あ、3段階と点滅2個ということですね、はい、なるほど。メインスイッチが、まあ、点滅のメインスイッチがこちらということで、はい、そうですね、はあはあはあ。でこちらにコードを収納できるケースがございますので、うん、なるほどね、あ、はい、そうなってるんですか、はい、あ、なるほどなるほど、はい、これ重量的にはどうなってんでしょう。重量は19キロちょっとになってまして、はい、少し重さがあるので、うんうんうん、以前までモデルは片手持ちだったんですけども、うん、片手持ちだった。今回はこの両手持ちのようにして、両手持ちで持ちやすくしております。なるほど、はい、あとプラスですね、はいはいはい、プラス別売にはなるんですが、うん、重さがあるので、なるほど、そういうバッグも、バッグもこれリュックサックにもなります。あ、そうなんですね、はい、でリュックサックから うんうん、出さずともここだけ開くので、はいはい、操作もできるようになってます。へえ、はい、そうなんですか。ちょっとそのリュックの姿を見てみたいんですけど、よろしいですか。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、はい、皆さん見てください。今ねワッキーにこうねかるってもらったんですけど、見てください、はい、はいはいはい、まあね、でもかっこよろしいと思いますよ。うん、いいと思います、はい、両手がいて楽です、はい、ね、はい、そういうことですよね、はい、でワッキー、はい、ちなみにこちらのポータブル電源の方なんですけれど、はい、これ発売はいつなんでしょう。はい、発売は10月の末を予定しております。10月の末、はい、あ、今月末だ。今月末、はい、あ、10月を予定されていて、はい、定価でどの辺りを今見てるんでしょうか。はい、定価22万7千円になっております。22万7千円ということで、はい、なるほど、皆さんこちらよろしくお願いしますね。10月末、マストツールさんから発売されますということでよろしいですか。はい、はい、そしたらですね、ちょっとした先端工具の方をこれから見ていこうと思います。はい、脇引き続きお願いします。お願いします。お願いします。はい、マストツールさんね、こちらちょっと先端工具の方を見ていきましょうかね。はい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 、ちょっと見ていきましょうかというところで、あー、なるほど。ちょっとね皆さんこちら見て、例えばこれ落下防止ソケット、まあおなじみですよね、定番であったものが落下防止ソケットからのですよ、まあこれビット交換ソケットと、これ全くものは同じように見えるけれど名前が変わった
というところで、はい、はい、ワッキー、はい、これってどういうことですか。はい、ですね、はいはいはい、例えばにあの使い方は一緒なんですけども、はいはい、これは元々のこの下の段のカゴソケットです、はいはい、は特徴としまして、ほうほう、ビットを刺すときにスリーブを触ることなく、うん、ワンタッチで、うん、ワンタッチで刺さっていました。従来でしたよね、はい、それが従来品、はいはい、ただこれがですね上に変わります。変わるとどうなるかと言いますと、うん、これですよ、はいはいはい、これが上の17です、はいはい、ワンタッチで刺さりません。あ、刺さりません、はい、うん、スリーブを下げてビットを入れると、あの標準的な、まあ、標準的な、はい、しました。でこうすることで強度を大幅に上げています。あ、そうなんだ、はい、やはりそう高度作業、高度で、うんうん、作業される方が多かったので、はいはいはい、あの破損であったりとか故障で落下することを防ぐように、あ、防ぐということで、はい、よりで、あ、なるほど、そうですね。で、あの特徴としましては、うん、弊社トレスカのこの落下防止アダプターですね、はいはいはい、牧田さんのインパクトに合う、というところは変わっておりませんので、あの変わらず使用することが取り付け可能ということで、はい、あ、なるほど、はい、あ、そういうことか。皆さんこれね、こちら従来品ですよ、こちらのね、落下防止ソケットということで、で今回新たにこのビット交換式ソケットということでね、はい、はい、まあ、前回はね、今あの説明があったように、ワッキーの方が説明があったように六角軸も、オートでした。それが、ワンクッション入れることによってより強こうなものにしたということでよろしいでしょうか、はい、こちらのこのソケット、はい、このソケットなんですけれど、はい、こちら発売はいつを予定されてます、はい、発売は12月中には発売できるかというふうに進めております。12月中には発売できるということで、はい、なるほど、はい、皆さんぜひね、全国の販売店さん、見かけられたらですね、手に取られてちょっと確認してくださいよ。これちょっとね面白くなってますよ。はい、ワッキー、商品説明ありがとうございました。はい、ありがとうございました。やはりね、私のこのチャンネルをご視聴になられている皆さん、マストツールユーザーの方が非常に多いんです、はい、多いんですね。なので、そのユーザーの方に向けて何か PR があれば、はい、一発二発お願いします。はい、ありがとうございます。はい、今回ご紹介させていただきました、はい、ポータブル電源、はい、ソケットなどを中心にですね、はい、あのマストツールのラインナップを増やしていく予定でございますので、ほうほう、皆様のようなあのマストツールユーザーの皆様を、はい、人数を増やしていくような活動を進めておりますので、はい、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしますということで、ありがとうございました。ありがとうございました。